ウルトラヒーローズと遊ぼう遊ぼう限定付録ゾフィークリスタル。さあこちらはですね、ウルトラヒーローズと遊ぼう、こちらにね付録でついてくる限定のクリスタルになります。今日はこちらを開けていきましょう。はい、始ま。はい、改めまして今日紹介するのはこちらですね、ゾフィークリスタルです。箱はねこのような感じになっております。君たちゾフィー知ってますか？入ってきたみたいも違います。はい、そんなわけでね今日はこちらをね開けていきますよ。はいはいはい、ふー、はい、おお、来ましたね。こんな感じで入っております。よいしょ、おーすごい、はい、説明書もね入っています。さあこちらがですねゾフィークリスタルです。通常はこういう状態ですね、うん、こんな感じですね、周りは感じになっております。はい、クリスタルのデザインこんな感じです。ゾフィー、ゾフィーで漢字は統一とかの統ですね。この統ね、うん、さすが隊長ですね。隊長、ウルトラ6兄弟の兄ちゃんでございます。兄ちゃん、ラジマ。さあじゃあねルーブジャイロと連動させてみましょう、はい、まずはロストでいきましょう。角を2本展開いきますよ。このような感じです、うん、さらにあ、変身音だけだった、はい、ロッソの場合は赤と白かな、うん、発光しております、はい、さあ次は角を1本展開でブルで使用してみましょう。はい、ブルは赤と青に発光しておりますね。うん、ラジマ。はい、そんなわけで今日はこちらのウルトラマンルーブゾフィークリスタルを紹介しました。はい、まあ、セット時の、天の声ゾフィーと、はい、あとレバー操作後の変身音、まあ、これだけだったんですけれども、まあね、ここでしか手に入らない限定のものになっております。はい、皆さんもね、うん、遊んでみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いいたします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。